日本関東地方神奈川県横浜市磯国、岡村岡村は、横浜市磯国の町名。現行行政地名は、岡村1丁目から岡村8丁目。住居表示が、実施済み区域。また、栄光の佳橋や夏色を歌ったゆずの出身地でもある。磯国北部に位置する。町のほぼ中央、2丁目から6丁目にかけてに、岡村公園、岡村天満宮、 岡村梅林がある。町の南部には、上大岡東にまたがる倉木公園が広がる。岡村は、フォークデュをユズの出身地であり、岡村村村ブギウギなど当地を歌った楽曲を発表している。また、大手オフィス家具メーカーの岡村の社名の由来は、この地で創業されたことから来ている。面積は以下の通りである。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、岡村5から9から6の地点で17万7千円平方メートルとなっている。明治30年代には、縄文時代から古墳時代にかけての集落跡である三連大遺跡が発見され、1961年の発掘調査の後刻指定史跡となった。縦穴住居跡などの遺構や、 復元住居などが現地で展示、公開されている。地名は土地が小高い丘となっていることから取られた。かつての倉木軍前場村であり、後に岡村、滝頭村、磯子村に分村した。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内に鉄道は通っておらず、上大岡駅、広脇寺駅、磯子駅、根岸駅などから路線バスを利用する。教育機関は1丁目に、横浜市立岡村中学校、4丁目に、 横浜市立岡村小学校、2丁目に横浜学園高等学校がある。4丁目には神奈川県立外語短期大学もあるが、2011年4月に閉学した。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。